北山界隈の地図北山は、京都府京都市北区北西の丹波高地に連なる山間部を指す古障で、平安系から見て、北の方角に位置することに由来する。大文字山の背後にそびえる北山鴨川越しに、北山を望む山海としては、北区に隣接する京区にも広がるが、室町時代に、足利義満が、北山南東端の山裾に、北山山荘を造営し、 北山文化の中心地となったことから、現在の行政区分でも、主として北区の範疇内を北山と呼ぶ。金閣寺の裏手に位置する大文字山は、五山送り火の一つ、左大文字が灯される山として知られ、住職分も大北山で、市街地に接している。天神川沿いに、京都府道31号西陣。 杉坂線を北上すると、釈迦谷山一帯の大宮地区あたりから山中へと分け入るようになる。府道31号線で計、三峠を越えると、上山一帯の西鴨地区となり、杉坂地区、ついで中川地区となる。杉坂では、京都府道107号雲が果たしも、杉坂線と分岐、中川では、国道162号に合流し、清滝川の中流域にもなる。 国道162号の先は、小野地区で、国道は、右京区へと移るが、清滝川を遡上すると源流域の大森地区となり、佐敷木ヶ岳などを挟んで、右京区京北町と接する。一方、府道107号線の先は、持越峠を挟んで、眉海、雲ヶ原地区で、京北町や左京区倉間に接している。また、鴨川沿いに、 京都府道61号京都京北線を及び、京都府道38号京都広川原網山線を北上した、右岸一帯の西鴨、北鴨地区も北山に属するが、鴨川左岸の上鴨は北山には含まれない。これらの範囲が北山に相当し、中川、雲ヶ畑、小野の三地区は北山三村と形容され、雲家畑や大森にはこれたか新郎陰性伝説が伝わる。 左京区との境界に位置する京都府道61号、京都京北線の大岩から、東海自然歩道が延伸されている。鴨川沿いに下り、北山六園辺部を進み、尺八池や高越辻を経て一の境と分け入り、右京区との境界となる母大国母大滝から池の谷を抜け、右京区へ至る。なお、北山通や地下鉄、唐須馬線の北山駅は、 北山の山裾、京都盆地延辺の平野部にあり、山域内にあるわけではない。杉の里中川地区の木造倉庫中川地区を中心に、北山は北山杉の産地として知られる。中川は1219年の神護寺文書に、中川省、1569年の中川八万宮文書には、中川楽書として登場し、中世を通しては、 中川荘と呼ばれていた。いずれにの記録にもすでに北山杉の産地として記載されている。木材の供給源として一説には平安経造栄治に始まるとされる。南北朝時代頃より材の表面をセンサで研磨するママルタが考案され、桂利休、修学院利休、大徳寺などに用いられたことで広く知られるようになった。江戸時代は元禄村別領主張でによると、 神後寺、京宝村明町では西、明寺の寺寮になっていた。明治時代の廃物希釈により、山を払い下げられ個人の山主が現れ、森林組合も結成された。1902年と1937年に、集山街道が拡幅され、モータリゼーションの発達もあり、それまでの可愛方による出荷を上回るようになった。また、材木以外のコッパ材は、 滝木休みとして、葉は、防虫防腐効果の用途として重宝されてきた。なお、中川地区は、川端康成の小説、ことの舞台の一つになっており、ことなど、同名のドラマや映画など映像化されるたびに、ロケ地にもなっている。霊霊地区の表記は便宜的なもので、霊霊集落や霊霊、豪と表記する例もある北山三村小野里、中川、雲ヶ畑北山杉野里、 中川京都府、田島建造、森林の復活朝日新聞社、2000年。ISBN978 から40億2259万7496。平安系造営は、山国層のそまが公式な木材供給地であるが、それは、御所や、貴族の邸宅あるいは寺社や橋などの公共インフラ用で、庶民の家屋用材は北山など、 別の地域からも集められたのではないかとされる北山林業について京都市、ありがとうございます。